挨拶機です。今日はですね、昨日、5月の30日の日、日曜日だったんですが、内科の方にね、行ってきたので、そちらの方の検査結果のお話をしたいと思います。で、内科の方は、ずっともうね、5、6年くらい通っている感じでございます。で、もともとは、甲状腺のですね、検査をしに行ったんですが、そこの病院はね、初めて行った時には。でもですね、甲状腺の方は特別問題なくて、それ以外にですね、ちょっとその時はもうかなり太っていたので、生活習慣病の恐れが、リスクがね、あるということで、ダイエットの方の指導というか、治療という感じではないですね。いろいろな、ダイエットの指導をしていただいているような感じで通っていたんですが、去年はですね、もう年明けからですね、すぐ、癌の方の、検査ですね。検査でちょっと、疑いから、確定してですね、総合病院に行って、手術をして、抗がん剤をやってっていうような感じでですね、ほぼ、行かなかった、内科の方はほぼお休みをしていたいというような状態だったんですが、去年の12月ぐらいからまた通り始めたという感じでございます。で、内科の方はですね、メタボがメインの指導なので、治療とかね、病気で行ってるという感じではないのですが、結局去年のですね、抗がん剤ですね、抗がん剤 AP 療法で、シスプラチンとドキソルビシンを、6回やったんですけれども、そのシスプラチンのですね、副作用、後遺症ですね。後遺症で、腎機能がですね、かなり悪くなっているという感じなんですね。あとは脂質異常ですね。どうしてもですね、抗がん剤をやって、癌が死滅するじゃないですか。その場合に、癌自体はタンパク質なので、その成分がですね、出てくるという感じでですね、脂質異常がどうしても、後遺症になるのかな、になってくるんですね。本格的にですね、治療をしなければならないというような数値まではいってないという感じでございます。で、実際に、婦人科の、子宮体がんの方のね、総合病院の、担当医からは、血液検査で基準値以内に収まるということは多分一生これからもないであろうということは言われているんですけれども、特別、問題はないかなっていうような感じで言われております。それでですね、今回は、やはりですね、異常に食べていたというのもあってですね、2キロ近くですね、太っておりました。ですね、2キロほど太ったんですけれども、そちらの方はですね、先生の方の指導は、このままもまだもうちょっとね、頑張ってみてくださいということで、終わったんですけれども、ですね、一つ、どうしてもやはり食べ過ぎてしまうというのもありますし、仕事をね、フルで入るとですね、家に帰るのがやはり6時半とか7時くらいになってしまうんですね。それから、ご飯を例えば食べたりとかすると、食べ始めるのが7時半とか8時とか遅くなってしまうので、夕飯をですね、食べないでっていうのはちょっとしんどいかなっていうのがありましたので、先生にですね、プロテインの、パウダーですね、パウダーで、プロテインを使って、夕飯はプロテインだけ飲んで、夕飯にしちゃうっていうのはどうですかねっていうふうに聞いてみたんですが、先生がですね、即答で、プロテインを飲むのはやめてくださいと言われました。で、特に私の場合はもうすでに抗がん剤で腎臓の機能がもう落ちてしまってるんですね。それで血液検査で、クレアチニンの値がね、もう悪いという状態に、基準値よりも悪くなっているという状態がずっともう続いている状態なので、もうクレアチニンはね、異常値になってしまうと、かなりも腎臓がやられているという感じらしいんですよ。なので、プロテインはですね、パッと見、健康に良さそうじゃないですか。
でもですね、やっぱ腎臓が悪い人というのはですね、単純に言うと腎臓のですね、ろ過装置機能というか、網目、ろ過する網みたいなね、イメージしていただけると、ザルみたいな、あと網みたいなのを想像していただければいいと思うんですが、そこのね、腎臓の網にですね、そのプロテインがこう詰まってしまう、目詰まりを起こしてしまうらしいんですね。それで結果の毒素がこう、なんか体に回ってしまうというような、こうあまりね、よろしくないということで、タンパク質自体をですね、取らない、あまり取らないようにしてくださいというような感じで、プロテインは絶対罰ですと言われました。で、健康な方もあまりおすすめはしないらしいでございます。はい。あんま極端にね、ガブガブ飲む、健康な方はですね、ガブガブ飲まなければまあ大丈夫だと思うんですけれども、私のように、もう腎機能がもう低下しちゃっている方はですね、もうダメみたいですね。なので、プロテインもですね、一応買ってしまってあるんですよね。なので、どうしようかなと思ってるんですが、先生がね、もうダメだと言っているので、やはり飲むのは危険かなというふうに思っております。ちょっと高かったんですけどね、しょうがないですよね。先生がダメというものを、わざわざ飲むこともないかなと思います。で、あとですね、プロテインを飲むので、ついでに、牛乳よりも豆乳の方がヘルシーかなと思ってですね、豆乳もですね、2リットル買ってあるんですね。で、豆乳自体は、結構賞味期限あるんですよね。パッて見たら今買ってあるので、今まだ5月、ギリギリ5月なんですが、9月ぐらいまで、開けなければ9月ぐらいまで賞味期限があるんですけれども、2リットルまだ残ってるんですよ。冷蔵庫に入ってるんですが、豆乳は大丈夫ですかって先生にも聞いたんですけれども、豆乳もですね、先生は返事をしませんでした。なので、ダメみたいです。ということでですね、簡単にプロテインダイエットで、ちょっと、頑張ろうかなと思ってたんですけれども、私の場合はダメでございました。即答でダメと言われてしまいました。なので、シスプラチンだけじゃなくてですね、いろいろな、抗がん剤で腎機能悪くなっている方とかですね、他の病気でも、腎機能悪くなっている方はですね、ちょっとプロテインとか、タンパク質ですね、主にタンパク質の量を減らすような食事を心がけていただけるといいと思います。あとね、腎臓病みたいので調べるとですね、カリウムとかリンとかもダメなんですよね。で、カリウムとかは抗がん剤の治療中にですね、ちょっと看護師さんからも小耳に挟んだんですけれども、抗がん剤の時はですね、生ものは基本的に、ダメと言われてるじゃないですか。なので、サラダとか、まあ、フルーツとか、あとは、まあ、お刺身とかですね、そういう生ものは、食べないでくださいというような感じで、あとですね、体の免疫が抗がん剤によってかなり落ちてしまうので、その生野菜とかね、フルーツをカットした場合ね、いくらこう、綺麗に洗ったりとか、器具をね、消毒したりとかしてもですね、どういう菌がどのくらいついているのかっていうのが見えないじゃないですか。なので、それを食べることによって、本当に普通だったら、なんてことない菌とかでも、すごく重篤なね、状態になってしまうという恐れがあるので、でもとりあえず生ものとかは絶対食べないでくださいというようなことは言われていたんですが、ただ単に私はその時はですね、単純にその菌がですね、体内に入って免疫力が下がっているので、その菌が体中に回って悪い状態になってしまう恐れを、考えて生ものはダメかなっていうふうに考えていたんですけれども、どうしてもですね、フルーツとか食べると口の中もこうさっぱりするじゃないですか。なので、カットフルーツとか、ダメなんですかっていうようなね、感じで聞いたんですけれども、一応ですね、やはりカットフルーツも、いつ切ったかわからないし、どのスーパーでね、
スーパーで売ってる場合とかは、どういう状態で切ってあるか、切ったかっていうのもわからないですし、一応消毒とかね、一応いろいろしてくれてあるとは思うんですが、どういうふうにカットしたかっていう状況がわからないじゃないですか。で、いつ切ったかもわからないので、どういう菌が入っているかどうかもわからないので、もうやめてくださいという感じで、でもうどうしても食べたい場合はですね、その場で剥いて、食べるだったらなんとか大丈夫かなっていうふうに言われたくらいで、もうあらかじめカットしてあるのとかですね、やはり器具を使ってナイフとかね、そういうので切ったようなフルーツとかはダメだと言われていたんですが、ちょろっとね、缶詰だったらいいかなっていうようなことは言ってたんですね。でも、カリウムが多いから、ちょっと缶詰のフルーツも、あまりいっぱい食べすぎるのも良くないかなっていうふうには言っていたんで、どうしても食べたかったら缶詰かなっていうふうには言われてたんですけれども、やはり私の場合は AP 療法だったので、そのシスプラチンっていうのがですね、かなり腎臓に悪い影響を与える、抗がん剤だったので、やはり腎臓に悪いっていうのはですね、タンパク質とあとはカリウムなんですね。なので、その生野菜とかね、フルーツとかにもやはりカリウムがかなり入っているので、その兼ね合いもあったのかなっていうふうに今では思います。内科でいただいた書類を見ながらお話ししていきたいと思います。5月30日のところの欄が検査結果、今回の検査結果でございます。でずっとですね見ると、特別この辺は問題ない感じでございます。で問題はですね、この辺が腎機能なんですが、このクレアチニンというのですね、これがですね、と腎機能を表す項目になるんですが、ずっと悪い感じでございます。で今回ですね、またさらに上がってしまったという感じなんですが、これがですね、一応とプロテインを飲んでいたので、その影響なのか、食事量も多かったのでその影響なのか、ちょっとわからないという感じでございます。で実際ですね、このクレアチニンというのは一般の、会社の健康診断とかですね、マッチとかの無料の健康診断とかで出てくる、検査項目にはなるんですけれども、このクレアチニンの基準値がですね、これを超えてしまうとか、下回ってしまうとかっていう場合はですね、上回ってしまう場合は、腎臓がもうかなり悪い状態らしいんですね。で、下回ってしまう場合は、確かですね、肝臓の機能が悪くなっているかと思ったんですが、ちょっとその辺、不確かでごめんなさい。上限、もし超えている場合ですね、超えている場合はかなりもう腎臓が悪いという感じになっております。で、その前にですね、腎臓がちょっと弱っているというので、検査項目、検査であるんですが、それがですね、尿アルブミン検査というのがあるんですね。それがですね、実際パッと見ていただけるとわかるんですけれども、普通の検査だとね、ないんですよね。で、もう本当に、このクレアチニンの結果がですね、悪くなるともうかなりもう悪くな、腎臓の機能悪くなっているので、本来でしたらその尿アルブミンというのはですね、検査項目あれば、ちょっと疲れてるなとか悪くなってるなっていうのが、わかるんですけれども、実際のところですね、これクレアチニンしかないので、もし、上限よりもね、上がっている方、一時的なものだったら問題ないかと思うんですが、一応ですね、気にしてみてください。腎臓の機能がクレアチニンでございます。で、あとですね、この尿素窒素ですね、今回私が、その前までずっと、問題なかったんですが、今回ガッと上がってしまいました。で、この尿素窒素というのがですね、腎臓が十分働いているかどうかが調べられる検査みたいでございます。でですね、タンパク質が
利用された後にできる残りカスみたいなんですね。それで、通常はですね、腎臓でろ過されて、尿中に排出されるものなんですが、腎臓の働きが低下してしまうとですね、ろ過しきれない分が血液の中に残ってしまうということで、こういう異常な数値になるという感じでございます。なのでですね、これはちょっとかなり、プロテインとですね、豆乳ですね。これはですね、プロテインと豆乳がかなり関係しているのかなと思います。で、今はちょっと飲んでないので、次のね、検査の時がどういうふうになっているか。もし下がっているようでしたら、ちょっとね、タンパク質、プロテインのね、取りすぎなのかな。取ったのがいけなかったのかな。というふうに単純に考えられるかな。というふうな感じでございます。で、あとですね、抗がん剤の副作用、後遺症の一つである高脂血症なんですが、総コレステロールがですね、かなりずっと高かったんですけれども、今回、下げるお薬をね、2ヶ月飲んで、このくらいまで下がっております。なので、ちょっとね、また様子見で、引き続き、コレステロールを下げるね、お薬は飲むという感じでございます。簡単ですけれども、こんな感じでございます。ということでですね、去年、手術をしてですね、15、6キロ痩せたと思うんですけれども、順調にですね、5キロぐらい太ってしまいました。なので、ちょっとね、リンパ浮腫とかの、ちょっとね、危険もちょっと、感じるようになったので、プラス、やはり腎機能がね、もともともう悪くなっているので、ダイエットを頑張ろうと思うのですが、一応ですね、食事の、制限ですね。あまり量を食べずに、野菜を、まあ、メインにバランスよく食べるということと、あとはですね、多少なりとも、頑張って、動く。運動まではね、なかなか大変かなと思うんですけれども、結構動くようなね、感じを、動作をいっぱいするというかね、動きをいっぱいして、体を動かすということとですね、あとは、水分をいっぱい、これから夏になってくると、どうしてもですね、脱水症状になりがちなんですよね。それプラス、仕事をしていると、なかなかこう、水分補給っていうのができない時って多いじゃないですか。なので、まあ、多少ですね、トイレ近くなったりしてもですね、水分補給はしていきたいと思います。ということで、またですね、次も、ちょっと食事の方のお話をしていきたいと思います。では、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。